ス多摩川創刊55周年記念有冠富士杯、最終日の競争はいよいよ12レース優勝戦の開始となりました。競合レーサー多く集まった今シリーズファイナル進出を決めているのは1号艇河合勇輝、2号艇深谷智弘、3号艇金田聡、4号艇佐久間明、5号艇宇龍正義、6号艇吉田慎次郎、以上の6選手です。待機行動は枠なりで進む中です。さあ、バック左右地にはここまで2度の陰線いずれも完封、スマートに決めております。1号艇の河合勇輝です。そして玉川との相性抜群の2号艇深谷智弘、さらにこちらもホーム移ってまいりました。昨日はこの水面縦横無尽に駆け回りました3号艇の金田聡、引っ張っておりまして4コースここまでパワフルな走りで魅了しております4号艇佐久間明です。さらには5号艇今節随所に見られた裁きはまさに一流宇龍正義です。一番外6コースには佐久間が仕掛けたら出番といった6号艇吉田慎次郎、以上6名による優勝争いです。第12レース有冠富士杯ファイナルです。インから 1-2-3 ダッシュが4-5-6です。12レーススタートしていきました。各艇あまり大きな差のないスリットラインから4号艇佐久間も目立っておりません。1号艇の河合がこうなると早逃げ完行、そのままバック一番乗りです。スタートは前提正常でした。人気にバッチリ応えそうです。1号艇河合勇輝が大きなリード、今年2度目の優勝へとひた走っています。1周2マーク2番争いは2号艇深谷が全速力、5番の宇龍が小回り、そして3番金田が差し込んできますが2号艇の深谷が抜け出していきまして、上位は1番河合、2番深谷、静岡亮明、そして3番手には3号艇の金田聡が収まっています。第1ターンマーク先頭から河合がクリア、深谷が追走、そして金田と回っていきましての1番、2番、3番の体勢となっています。上位勢はばらけておりまして、その後方もちぎれて5番の宇龍、そして4番の佐久間、6番の吉田と追走しています。2周2マークです。ここも1号艇河合から折り返し2号艇深谷、3号艇の金田と回ってホーム側です。この後ろで5番の宇龍正義が4番手、最終周回に入っていきますが3番手と4番手の定間は4点周ほどとなっております。ラスト1周で1マークは1号艇河合がクリア、追って2号艇深谷、あとは3号艇カナダと回って5号艇の宇龍はここは攻め手に書きまして体勢そのままです。河合が先頭です。このレースは1周1マーク2番深谷、そして4番佐久間、6番の吉田が差しハンドル、まくっていったのは3番金田に中遅れて5番宇龍という中、バッチリとインネ成功となっていきそうで1号艇河合勇輝です。さあ、その1番河合から最後の直線へと折り返しています。自身28回目の優勝、1番河合勇輝優勝の五輪、2番深谷五輪、3番金田五輪です。後方5番宇龍、4番佐久間、6番の吉田と合輪です。以上第12レース優勝戦でした。